質問すると AI がすぐ回答してくれるチャット GPT は全国で活用方法が模索されています。三豊市では市民から多い問い合わせについてチャット GPT を活用する実証実験が始まることになりました。酒、このようなですね、曖昧な質問に対しても AI が考えて、このように細かくゴミの分別の仕方まで教えてくれます。これなんですか。三豊市が来月1日から実証実験を始めるチャット GPT を使ったゴミ出し案内です。毎日5件は寄せられるというゴミの分別方法などの問い合わせについてスマートフォンやパソコンで質問すれば AI が回答してくれます。日本語だけでなくおよそ50の言語にも対応しています。東京大学と協力して開発した香川県では初めてというチャット GPT を使った市民サービスです。いかに市民サービスにつなげられるかっていう方が我々としては重きを置いた方がいいんじゃないかっていうので、入り口としてこれを始めて、今後は先ほども言いましたように、全体に広げていけるみたいな、広げていくという考え方ですね。全国で活用方法が模索されているチャット GPT ですが、情報の正確さへの疑問や漏洩などの問題点も指摘されています。ゴミという限定的な分野に絞ることで個人情報を反映せずに運用が可能だといいます。ほとんど個人情報がない情報ですし、その個人情報が、万が一入ってもですね、学習に使われないという制約をですね、オープン AI と結ぶことで情報の漏洩というのを止めることが可能なので、ゴミ出し案内はチャット GPT 活用の第一歩。三豊市では今後利用を拡大していきたいと考えています。役所の業務の中ですごい手順を踏まなきゃいけないものも、一つそれをシステムとして生成 AI を使うとほぼほぼオートマチックにできるっていう、いろんなこう市民ニーズの多様性に対応できる非常に有効なツールだとは思ってます。このチャット GPT を使った市民サービスを三豊市がゴミ出し案内で実証実験を行うのには大きな理由があります。それがこちら。まずは VTR でもありましたが、個人情報などの漏洩リスクが少ないこと、そしてネット上にあまりない三豊市の情報を市民からの問い合わせにより蓄積できるということです。一般的なそのチャット GPT の制度を向上させるというよりは、この今回適用する見通しの情報に限って情報収集する方が制度の向上も早い、はい、情報量をできるだけこう多く、特に食べさせていくっていうか入れていくっていうことが肝にはなってきます。全国で活用が模索されているこのチャット GPT、 情報の少ない地方ならではこのような形で実用化が進むかもしれませんよね。そうですね。この生成 AI っていうのは要はそのネット上とかに出てる情報を自分で学習して貯めていくので、だからなかなかやっぱり地方の情報は入ってないですし、ましてや最初英語で開発されたので英語の情報いっぱい入ってるんですけど、日本語の情報はまだまだだと言われてるので、やっぱりこういう取り組みはすごく有用だと思いますね。今後さらに地方でのこの広がりが見られるかもしれませんね。はい、どんどんこう広がりを見せて皆さんのこう不便なないような活用方法が見出せるといいですよね。